はい今日も動画撮っていきますことで、今日はですね、昨日に引き続いて福袋、まあ、海外でいうミステリーボックスを開封していきたいと思います。で、えー、今日開封するものは、えー、ジョイ・バッタースがね、まあ、所属しているというか、まあ、いる、えー、プロエラのマーチの福袋を開封していきたいと思います。値段はね、8000円ぐらいだったかな、7000、8000円ぐらいで、まあ、総量入れて、まあ、そのぐらいだったかなと思います。 で、えー、実はね、まあ、僕海外の方に、まあ、倉庫みたいなのがあって、まあ、そこにいろいろ荷物を送ってから日本に発送してるんですけども、まあ、その関係上ちょっと中身が開けられちゃうので中身ちょっと見ちゃったんですけど、まあ、ぜひ、えー、楽しみにね、えー、見ていただければなと思いますということで早速なんですけど見ていきます はいといととうことで早速開封していきたいと思うんですけどその前にねえーまあ僕のねポップアップとか来た人して分かると思うんですけどプロエラポニーとかをねえーこの前販売したりとかしてまあすごくねそのプロエラポニーもかっこよかったしえーとエブ・ブラバトとカハートえーとプロエラコラボのやつだったりとかえーブラバトとねコラボしたものとかもかっこよくてワンチャンねそこら辺が。 入ってるんじゃないかと思って買ったんですけど、まあ、靴は入ってないと思いますけど、まあ、どうでしょうというところで、えー、まず最初に入ってたものバン誰これキャピタルさんちょっと見えねはいいらないバンいらないまあ1つ5ドルとしても10ドル1000円ぐらいだと思いますで次が靴下 まあ、大体20ドルぐらいかなはいあとで調べてみたらねあのー、販売してるやもありました20ドルぐらいなので今が3000円で、えー、次がまあロゴの T シャツまあかわいいですけどねで後ろはバッタースと、えー、書いてますあ若干なんかギャルソンっぽいですよねあのロゴが これは32ドルで、えー、販売されてました。なので、えー、今が、えー、10ドル、30、60ドルぐらいですね。えー、で次、このなんか TSUTAYA のビデオ借りた時に入れるナップサック。これ一応 VIP って書いてあるけど、全然 VIP じゃないんだよ、素材が。これはまあおまけなんで。 えー、含めませんでね、なんとこの福袋、次で最後です。次で最後、何が来るかというと、バン !T シャツ。ジョイ・バットアスと書いてある T シャツ。ただね、ちょっと、一応 VIP ってなってるんで、これ多分関係者というか、なんか、 あれ,あれだと思いますけどスタッフとかなんかそういうものに配られたのかもしれないんですけどちょっとわかんないですえー、これは30ドルなのでまあ計算したら T シャツ2枚で6000円、えー、靴下で2000円8000円9000円実質まあアド取ったのが多分1000円から1500円ぐらいという 残念なね、えー、福袋ということで、えー、今日は終わりたいんですけども、あの海外の福袋はですね、何個かね、あの買った人とかも見,見たことあるんですけど、あの買うとこによって全然違うくて、初めてね、プロエラ買ってみたんですけど、えー、かなりきついかなと思います。でもあの、アーティストとかによってはたくさん入ってるとこもあるし、えー、お店によっても、 やっぱアメリカらしくもうなんかめちゃめちゃぎゅうぎゅうで適当に入れてるところもあるしこんなしょぼいところもあるしということでまあねたまにはね、あのー、値段も安いし遊びで買ってみるのもいいかなと思って、えー、今日はねプロエラのマーチミステリーボックス買ってみましたということで、えー、今日は動画終わります。